今日はスーパーラジコン秋葉原店の方に来ています。ちょうど、最近発売されたスープラのオートスケールのボディが2台走ってますね。グレーと赤ですね。赤の車はなんかハイサイドでひっくり返っちゃってしまいましたね。はい、というわけで先ほど走っていたこちら GR スープラになります。オートスケールコレクションの赤の方ですね。すごくかっこいい。しかもアルミホイールまでついてすごくかっこいいですね。ただすごく盛大に転んでいたようですので、こちらのオーナーの方にですねちょっとお話を伺いたいと思います。はい、斉藤さんこんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。 GR スープラ早速買っちゃいましたか。買いましたで今走ってるところをちょっと見させていただいたんですけども、はい、なんか1コーナーのところ盛大に転んでいたようですけれども、そうですね、なんかちょっとセッティングに悩んでる感じですかね。そうですね、まあ、ボディではなくて多分シャーシー、まあ、テイヤここら辺だとは思うんですけど、はい、セッティングがちょっとうまく出てないかなっていう感じで。ちょっとマシンの方見させていただいてもよろしいですか。はい、はい、じゃあちょっとカメラすいませんお願いします。はい、ちょっとこう手元をちょっと撮っていただく感じでちょっとマシン見たいと思います。こちらは、MR03EVO の20周年記念のそうですね、うん、ナローで、モーターもそのまま、青モーターが積んでますね。なので、まあ、仕様としてはノービス車両に近い感じになっているんじゃないかと思います。はい、はい、なるほど、なるほど、うん、うん、まあ、やっぱりっていう感じなんですけども、多分なんですけれども、はい、この、フロントタイヤが両面テープでかなりがっちり貼り付けているので、はい、うん、僕はなんとなくこのフロントタイヤがやっぱり、ちょっとグリップ勝ちすぎてて転んでるんじゃないのかなというようなちょっと気がするんですよ、はい、なのでですね、あ、カメラ戻ってきます。はい、まあ、僕手持ちでですね、あの両面テープ貼ってないフロントタイヤがあるので、ちょっとそちら試しにつけていただいて、ちょっと試していただきたいなと思うんですけど、はい、よろしいですかね。はい、はい、じゃあすいません、こちらフロントタイヤの方交換して、ちょっと走っていただこうと思います。はい、というわけでこちらの、先ほど斉藤さんが装着していたアルミホイールから、両面テープついてない、こちらの、タイヤの方に交換しましたので、これからちょっと走って、まあ、そのフィーリングの違いの方斉藤さんの方に比べていただきたいと思います。すいません、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それでは、走っていただいています。こちらがですね、フロント両面テープの貼ってない、タイヤを使用しています。タイヤの方は先ほども、ラジアル20で、こちらも同じような20系のタイヤを使用しています。さあどうでしょうか。先ほどはこの1コーナーで盛大に転んできましたが、転ばないですね。転ばないですね。あと今曲がったコーナーのところも結構転んでたようですけれども、そうですね、飛んでないですね。今後ろから来たのがこれ GR スープラで、ちょうど今日は GR スープラのオートスケールが2台同時に走ってますね。どうですか斉藤さん、両面テープがついてない感じだと。あ、全然走りやすいですね。走りやすいですか。はい、両面がついてないと、あ、ごめんなさい単純にグリップが落ちるので、まあ、当然転ばなくなるのと同時に曲がらなくなるっていうのもあるので、でも普通に走れてますね。そうですね、全く転ぶ気配はないですね。うん、だとするとやっぱり転ぶ車っていうのは走行してて難しいので、そうですね、うん、両面テープを使わない手もありなのかもしれないですね。ですね。うん、そしてあとこのスープラなんですけども、スープラのボディはどうですか、サムさんと比べて。うん、そうですね、なんか、うん、86に近い感じですかね。あ、そうですね、形似てますもんね。うん、走った、ごめんなさい、ごめんなさい。やっぱりこう後半は曲がってこない感じですか。そうですね、どちらかというとどうだろう、先曲がりはするけど後曲がりはそんなにないかな。うん、初期は結構あるんですけど。そうですね、やっぱりこうフロントのノーズが長いから初期はパパッと動いて、はい、その後後半が入ってこないかなみたいな、はい、ただ切り返しはしやすいですね。そうですね、今日の今回のコースだとここの後の計測の後のここの部分は結構いいのかもしれないですね。そうですね、ここは走りやすいですね。
ほど、全然転ばないですね。転ばないですね。もう転びまくってたんですけど。そうですね、なんか今日なんか転んじゃってしょうがないって。そうですね、セッティングで非常に悩んでたとこなんですけど、これだけ転ばなければとりあえずはいいのかなって感じしますね。あれだけ転んじゃうとまず面白くないんで。そうですよね、気にしながらずっと走んなきゃいけない。そうですね、周りも目がかかっちゃうし、うん、やっぱり転ばないのがやっぱり一番かなっていうことで。そうですね、で次はある程度曲がるっていうところだったと思うんですね。そうですね、うんうん、あ、倒れ、なるほど。まあ、ということは両面テープを、まあはい、まあ、セッティング全体のことにもあるので一概には言えないんですけれども、はい、今回のこの車に関しては、はい、両面テープを使わないタイヤの方が良かったという感じなんですね。そうですね、これだけ転ばないのであれば全然大正解というか、うん、なのでセッティングでちょっと転んで悩んでる人なんかはやっぱりこうタイヤは両面テープで貼んなきゃいけないってい こう固定概念にこだわっちゃってる人もいると思うの で、 そうです、ね、もちろん両面テープ貼らないとこうタイヤが取れちゃうっていうのもあるんで。そうですね、特に20のタイヤだと外れちゃいます ね、 あるんですよね、結構、はい、そこがちょっと難しいところなんですけども、まあ、あとは例えばその弱粘性の弱い粘着力の、はい、両面テープを薄く貼るとか、はいろ、はいろ あるので、そこはまあ調整ですかね、はい、うん、一応これはまあ、両面テープをつけないっていう一番グリップをしない方向に振った方向で試したということで、はい、まあ、ご覧のようにこう全然こうなんだ、取り始めたから今もう4分ぐらい経つんですけど結構1回も転んでないですか。そうですね、壁にはぶつかりまくってますけど、うん、やっぱりそこはフィーリングがいきなり違うタイヤになったので、まあ、難しいのかなっていうのもあるんですけども、はい、うん、まあそういう感じで、まあ、両面テープを使わないセッティングもあるぞということで、なんかちょっと試していただきたいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません、お疲れ様でした。お疲れ様です。まあやっぱり今走っていただいて僕の見た限りですと転ばなくなったのかなというふうに思うんですけど。全然転ばなかったですね。なんだろう、フィーリングとかはどうでしたか。癖は若干あったのかな。いや、すごく運転はしやすかったですね、はい、逆に。でそうすると、はい、先ほどもお話ししたようにやっぱり両面テープがついてないことでこうぶつかった時にタイヤが抜けちゃうっていうことだけ心配ありますけども。そうですね、うん、でもその心配があるにしてもやっぱり最初転び方がすごかったですね。そうですね、うん、あれを考えるとその先ほど最初についてたタイヤこれなんですけども、まあ、こちらのタイヤから両面テープのついてない本付けのタイヤに変えたっていうのもありなのかなっていうふうに思いました。はい、なので、まあ、どうしても今使ってる、タイヤが20系ラジアル20とか、はい、まあ、ローハイトスリック20とか、はい、こう、まあ、もちろん斉藤さんも多分両面テープつけないで走ってやっぱ外れちゃったら外れちゃいますね。それでまあどうしても両面テープを使うっていう選択になっちゃったとは思うんですけども、はい、まあまあ、今でも僕ついてるのタイヤの両面テープを見ると、はい、結構ネバネバしてるかなり強力な両面テープがついてるっぽい感じだったので、まあ、場合によってはニトムズとか の弱い粘着のものにしかも薄く、内張りみたいな感じにするだけでもかなり違うと思うので、ぜひそこら辺も試していただけたらなと思います。はい、はい、こちら GR スープラのオートスケルの走りにもちょうど見れたんですごく良かったです。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。というわけで今回は、GR スープラのオートスケールで、ちょっと転ぶのをちょっと悩んでいた斉藤さんに、フロントタイヤちょっと試していただきました。また次回よろしくお願いします。よろしくお願いします。